ボイキン、スパニエルボイキンスパニエルとは、アメリカ合衆国のサウスカロライナ州原産のスパニエル犬種である。20世紀の初めに誕生したスパニエルであるが、追い立ちがドラマチックであることから、米国ではしばしばそれを脚色し、本種の基礎剣を主人公とした物語も作られていると言われる。ここではそちらではなく、記録に基づく無脚色の実話の方を載せる。 サウスカロライナ州のある教会に、品種の薄犬が迷い込んできたことが、本種の始まりである。その犬は、ブラウンの毛色のスパニエルタイプの犬種で、教会の関係者に引き取られて、ダンピーと名付けられた。ダンピーは、主人の熱心な看病によって、すぐに元気を取り戻し、彼と一緒に狩猟場に行くことができるまでに回復した。すると、鳥を追い立たせる。 優れた、狩猟能力を発揮し、主人をとても驚かせたという。ダンピーの主人はこの犬は訓練すれば良い狩猟犬になるのではないかと考え、ダンピーを訓練士に預けた。数ヶ月して、主人の元に返された、ダンピーは他と比べてもズバ抜けた、狩猟能力を発揮することができるようになったため、訓練士から新犬種作出のための基礎犬として使用することを勧められ、 ボイキンスパニエルの作出が開始された。ダンピーとアメリカンウォータースパニエル、イングリッシュコッカースパニエル、イングリッシュスプリンガースパニエル、チェサピークベイレトリーバーなどを交配させ、その子孫とダンピーをもう一度戻し交配させることによって作出された。ボイキンという犬種名は基礎犬ダンピーがよく狩りに出かけた場所から取って付けられたと言われている。 主に野生のナナメントリを狩るために使われた。茂みの中から嗅覚でそれを探し出し、フラッシングを行うのがその仕事である。訓練を行うことにより、それに加えて撃たれたナナメントリを回収する、レトリーバー。1979年に、犬種クラブが設立されたが、サウスカロライナ州以外ではあまり飼育されていない。ほとんどすべてがペットや事業犬として飼育されていて、 ショードッ毒として飼われているものは非常に少ない。なお、本種はサウスカロライナ州の州犬として指定されていて、そこでは身近な存在として親しまれている。まだ不思議には公認犬種として登録されていない。少し変わった顔つきをしている。頭部はやや大きめで、目は小さくアーモンド型である。マズルは短く、口角が上がっている。 ややがっしりした体格で足も短め、耳は垂れ耳、尾は垂れ尾で、耳と尾には、ウェーブがかった飾り毛がある。尾は斜面鳥を発見した時に激しく振って、音を立て、警戒させてしまうことのないように短めに、ダンをする。コートは、ウェーブがかった、ロングコートで、毛色はレバー。体高はオス39.4から45.7センチメートル。 メス35.6から40.6センチメートル。体重はオス13.6から18.2キログラムで、メス11.4から15.9キログラムの中型犬。性格は明るく活発で人懐っこい。繊細なため優しい指導が必要必要があるが、子供や他の犬とも仲良くすることができる。運動量は普通である。ありがとうございます。